そうですね、やっぱ立ち振る舞いとかそういう、なんだろう、ただいるだけでもオーラがあるような人はやっぱかっこいいですね、見てて。ストレス発散方法は練習です。はい。自分の癖は、あ、下唇をこう噛んじゃうのが結構癖で、結構やめろって言われるんですけど、気づいたらやっちゃってることが多くて直します。あ、どちらかといえばメールかもしれない。尊敬してる人、尊敬してるのはそうですね、中田英寿選手とか、やっぱワールドワイドに活躍してる選手はやっぱすごい尊敬しますね。はい。魔法を使えるのなら、自分の食べたいものがすぐ出せる魔法を使いたいです。100万円あったら、貯金します。なんだろう、結構あれだな、カラオケで歌うのはなんだろう、あとワンオクロックさんの曲とか、結構高いんですけど音が、でも日本語の曲とかは結構歌えますね。結構英語が多いんですけど、宝物は、タイのラジャとルンピリのチャンピオンベルトの宝物です。はい。お風呂に入った瞬間か、お布団に入った瞬間です。